ところでお前、何まだあんの？他にもいろいろとやっているようだな。続いてはこれだ。私だけが知っている神谷浩史の素顔。誰から行く？よし大輔、これから行くぜ。ゆけん、頼むぜ。お前またいろいろやらかしてるみたいだな。なんだよ。出てるぞ。これは浪川大輔さんからだ。もういいよそいつのやつ。好きあらばセリフの練習をしている神谷君、電話をかけるように練習していますが、実際誰かと話しているのかな。これどういうことだ。これどういうことだ。そうだな。これの中身はどうでもいいんだよ。これどういう意味なんだよ。本気でわかんないでしょ。まあ、これね、セリフを喋る、まあ、自分でね、こう喋るときに、普通のこう音量で喋ってるとうるさいでしょ。だから、自分の耳元だけに返ってくるように、こうやって喋るわけ。もしもしって言ってみて、もしもしって。ね、すぐ自分の耳に返ってくるでしょ。自分ってこんな声なんだって思うじゃん。もしもし。それを、もしもし、回転。回転。もしもし。回転。お前はやんなくていいよ。優しい銃弾ですこと。まさか全部ギリギリで外すなんて。この距離で危なかった。あと数センチ外れていたら危なかった。ユーキャン、ユーキャンからもあるんじゃないか。もう一つあるね。ああ、うん、これは中村雄一さんからだ。突然、今日焼肉食べたくないって遠回しに飯に誘ってくるんだ。なんで素直にご飯行こうよって言えねえんだよ。次次次次次次、俺はご飯誘われたから。うるせえよ。続いてはじゃあ俺だ。頼むタイテム。もういろんな人から来てるわ。うん、安源、またかよ。安本ひろきさんからのタレコミ状。キリー先生がいるとテンション上がるよ。なんだこれは。そしてとてもここには書けない話をぶちかます。そればっかだなお前は。はい、大沢事務所所属 の、 キリー大輔さんですね。キリー君っていうのはね、はい、本当ダメです。すいません、勘弁してください。それは次は続いて楠木さんからのタレコミ情報。いつもいつも豚骨スーパーと言って俺のことをバカにしているが、シャメを取ってと言ったら喜んで取ってくれる。なんていいやつなんだ。中村くんはなんでピストルを出そうとしてるんだ。やめろ。ゆうか、やめろ、やめろ。何、なんでお前今口に加えたの。銃口。感動しすぎたんだな。次、次か。じゃあ俺からだ。小野坂まさや。小野坂まさやね。冗談っぽく言っているが本気でアイドルとしたいと思っている。貴様、貴様、これはどうなんだ。ピーってなんだ。神谷、アイドルとピーしたいって。ピーしたいってなんだ。アイドルと。おの、次に行け。聞こうと思ったのに。次に行け。わかりました。いいことを言え。そしていいこと、今のを払拭するいいことを言え。続いてはおの、おの坂まさや。え、どっち。小野坂さんのは、小野坂さんのもう一回広げます。いいよ、いいから。次に。わかりました、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 わかりました。続いては小野大輔さんからのタレコミ情報です。はいはい、うん、トイレに入ると60歳ぐらいのおじいちゃんのうなり声が聞こえたなと思って後ろを振り返ると
神谷さんだった。うがいの声が還暦を過ぎている。え？しかしその後、喉の調子が少し悪い僕を見ていたのか、小野くん、これこないだアメリカから輸入したビタミン C のタブレットなんだ、飲んでみる？レモンとオレンジとグレープがあって、グレープは美味しくないんだ。はい、レモン一番美味しいやつ。五臓六腑に染み当たるとはこのことだよ。グレープをくれ。はいはい、ストップストップストップ。小野くんの話には嘘があります。ビタミン C のタブレットは、タブレット、レモン、レモン、オレンジ、オレンジ、ラズベリー、あ、ラズベリーね、ラズベリーが一番美味しくない。で、小野くんにあげたのはレモンです、うん、あ、レモンじゃなくてオレンジなんです。レモンはないんです。ないの？うん、手に入んなかったの。手に入んなかったの？だからあんたが飲んだのオレンジなんです。オレンジなの？お前何嘘ついてるの？あ、しかも俺グレープって言っちゃったじゃねえか。ドライ事故だお前。ごめんなさい、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 ほんとごめんなさい。やっちゃいましたね。異常剤ですよ。あじゃー、おい、おい、あじゃー、おい、お前どうなってんの。あれがすごく嬉しかったから言いたかったんだ。ただ、細かいところが間違っていたくていいじゃないか。優しいことに変わりはないじゃないか。その優しいところは合ってるからな。大天有権、細かいとこなんか関係ないんだ。そうだ、結果誰が一番優しいかってことだよ。そうだ、ああみんなは分かってるよな。一番優しいの誰だ。 OK。 じゃあこの取り調べももう終盤だ。今回の案件、神谷博士確保。行け、行け、大丈夫、確保だ。なにこいつ。ちょ罰としてお前は誕生日をもう一回お祝いしてやる。ちょっと待ってろ。おい。ハッピーバースデー神谷博士さん。ハート型なんだね。おいしそう。あれ、おい、あれ、おい、もう一個あるぞ。ちょっと待ってくれ、何かおかしいことは書いてあるぞ。もう一人確保するやついいんじゃねえのか。中村雄一。俺だ、中村雄一確保。いいからその動き。俺だ。じゃあここで二人のバースデーをお祝いしましょう。ハッピーバースデー、あ、これハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday to you. Happy birthday, Hiroshi and Yuka. Happy birthday to you.ですよ。せーの、おめでとう、おめでとう。ライブ演出の皆様ありがとうございます。よかったね。はい、改めてでは、はい、武道館で誕生日を祝っていただいたということでですね、皆さんに一言メッセージをお願いします。まずは神谷さんから。はい、まさかお祝いしていただけるとは思っておりませんでした。しかもね、タイテンさんと中村君まで駆けつけてくれてね、はい、あの本当に、嬉しいバースデーとなりました。38歳も頑張ります。皆さんありがとうございました。はい、続いてゆいち。
はい、そうですね。毎度ありがとう、中村です。神谷さんがね、まあ、1月に誕生日で、今数本レギュラーが一緒なんで、まあ、だいたい1週間に1、2回会うんですけど、 このねイベントがあったんで、僕出方を聞いてなかったんですよ、はあ、ただ神谷博士を祝うからと言われてたんで、じゃあ俺誕生日スルーしてそこで祝った方がいいのかなと思ってて、うん、何もしなかったんですけど、はい、今日プレゼントはね持っては来てるんですけど、はい、映せないやつなんで。映せないやつ。中村くんの映せないやつは本気で映せないやつだから。映せないやつなんで、うん、あの楽屋にあるんで。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、ちょっと1ヶ月遅れになっちゃったんですけどね。いや、申し訳ない。お渡ししたいからと思っております。そして、うん、ここにいるみんな、そして、うん、あちこちにいるみんな、うん、ざっとでごめんね。ありがとうございます。祝っていただいて、記憶に残る誕生日になったなと。まあ、ただちょっとやっぱり気がかりなのは、小野さんの仕切りがすげえグダグダだったなってことかな。そうだね、え、うん、噂には聞いてたんですけど、はい、うん、でもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとう。あ、 OK、 じゃあ取り調べはこれで以上だ。 OK、 はい、 You can try them、 いくぜ。 OK、 大好き。 OK、 友人、